貴様らサイヤ人は罪のない者を殺さなかったとでも言うのか。だから滅びた。俺が滅ぼしたんだ。気に食わん猿どもだったんでね。今度はこの俺が貴様を滅ぼす。このフリーザ様を図に乗るのもそのぐらいに手を組んだな。軽いわけない。もし貴様がスーパーサイヤ人であったとしても。何やな。くだらない。手にしろ。死ぬのは貴様。俺は宇宙空間でも生き延びられるんだぞ。だが貴様らサイヤ人はどうかな。つまらん。しくじったな。おかげで命拾いした。何命拾い。貴様には何も分かっていないよ。あと5分もすればこのナメック星は大爆発を起こし宇宙へ散るとも。5分もあれば十分だ。貴様倒して仲間と共に宇宙船で脱出できる。残念だったな。希望があるのは俺の方。少なくとも貴様よりは大きな希望が。100% のフルパワーを。俺を倒せるわけがないんだ。覚悟しろ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。こりゃこりゃ。あえとこ片撃ちでっか。後ろだ。今のはこれから見せる最終攻撃のための準備運動だぞ。やろうな。程度でがっかりするところだ。蘇生を張るな。貴様に残されているのは死だけだ。貴様が死ぬなら一言褒めてやろう。素晴らしい強さだったロシアマーサイヤ。何確かに宇宙このフリーザさえいなければな。
どちらにしても宇宙空間で生き延びることのできない存在。そうか。何何。ただ俺はこの時を待って。貴様と二人っきりで思う存分戦える時を。どちらにしろあと2分もすれば死ぬかもしれない。貴様も哀れなやつよ。哀れなの。やめだ。なんだと？やめだと？どういうことだ？貴様は 100% のパワーを使った反動でピークを過ぎ気がどんどん減っている。これ以上戦っても無駄だと俺は思い始めた。もう俺の気は済んだ。貴様のプライドはすでにズタズタだ。この世で誰も超えるはずのない自分を超えるものが現れてしまったのだからな。しかもそいつはたかがサイヤ人だ。今の怯え始めた貴様を倒しても意味はねえ。ショックを受けたまま生き続けるがいい。ひっそりとな。俺は地球へ帰る。今からならギリギリ間に合いそうだ。二度と悪さすんじゃねえぞ。の面はもう見たくねえ。ふざけるな。俺は宇宙一なんだ。宇宙の帝王フリーザーなんだ。猿野郎の貴様はその俺の手によって死ななければならない。貴様は俺に殺されるべきなんだ。なんだ最後の技だとはな。